こんにちは、ロカです。僕はいつもバンドを組んでいて、その時にはグレッチのテネシーローズを弾いてるんですけど、今日は一人っていうことなので、アコギでギター一本弾き語り聴いてもらいたいと思います。僕はですね、音楽ジャンルでいうとロカビリーがすごく好きで、でもロカビリーっていうのは1950年代にエルビス・プレスリーが生み出したもので、今なかなかないので、なかなかイメージが湧きにくいと思います。なので僕がこれぞロカビリーっていうのを歌うので、一曲聴いてください。エディ・コクラのカバーで Come on everybody、 1,2,3,4。 俺頑張るからさ、ずっと見守ってるよ。ずっと一緒にいようね。最後まで見てくれてありがとう。ありがとうございました。まだアメリカにそのロックンロールっていう文化がなかった時に、1950年代エルビス・プレスリーがロカビリを流行らして、で今度30年後の1980年代に今度ネオロカとしてストレイキャッツがロカビリをリバイバルさせたんですね。でそれの30年後が2010年代で今なんですよ。で僕はそのロカビリっていうのにこだわってるわけじゃなくて、もともと父がすごくロカビリが好きで、僕にとってはすごくこれのキャラでいこうっていうよりかは、もうすごく日常的になっていた音楽なので、でもいざ世の中に出てみたらそれをみんなは知らないし、でもすごくポップで今みたいな開放感のある音楽なので、これを僕が今の若い子たちに伝えて、2010年代、また新たにロカビリがリバイバルしていければいいなって思ってます。そんな感じです。はい、ギターはお父さん。いや、これは僕のです。はい、これはそれこそね、エルヴィス・プレスリーが使ってたやつで、これダブっていうアコースティックギターなんですよ。ギブソンなんですけど、でこのブリッジの部分だけ J200 っていうのがカスタムされてるんですよ。違いますね。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。